動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回は上村牧場さんに久しぶりにやってきました。すごい開放的な店内でございます。席はこのような感じになっております。それでは早速メニューを見ていきたいと思います。看板牛が2つあります。上村牛と薩摩牛というこの2種類となってます。そしてコースは3種類ありまして、ジャストミートコース、ザ・上村コース、和牛マニアコースとなっております。で、全コースにこの上村バーというものがついてくるのですごい嬉しい。で、期間限定のメニューがあったりします。で、前回はこちらの和牛マニアコース頼んでみたんですけども、すごいもうどのお肉もめちゃめちゃ脂のってて美味しかったです。でも今回はザ・上村コース3580円にしたいと思います。この上村コースは上村牛ロース、そして上村牛カルビ、すごい噛みそうな名前です。で、このプレミア4っていうのも食べ放題です。あの花より団子の F4 を思い出しますね。あと4と聞くと、あのレイザーラム HG さんを思い出すのは僕だけでしょうか。で、お肉だけでかなりの種類があります。一人じゃ絶対にこれは食べきることができないなと思いながら、どれ頼もうかなと迷いながらメニューを見てます。で、焼肉なんですけども、のっけ寿司っていうお寿司もあったりするのですごい嬉しい。で、デザートもあります。そして鶏皿などは席の横にあります。それでは上村バーを見ていきたいと思います。で、3月3日からこの12日までいちご祭りというものが開催されていて、いちごが食べ放題、最高すぎる。しかも全コースに150円プラスすると付けられる。150円、いちごのパックどんだけ安くても39%ぐらいかなと思うんで、かなりお得だなと思います。アイスクリームも食べ放題、やったぜ。はい、でもまずはやっぱ野菜から食べていきたいなと思います。で、もやしナムル、おいキムチからのいちごいっぱい。それではいただきます。まずはもうファーストいちごいただきます。すごい甘くて美味しかったです。しかも酸味もちょうどよくて絶妙ないちご、幸せです。で、次もやしナムルなんですけど、この物価高騰の中、未だにもやしは値段ほぼ変わらず安定の美味しさで、もやし最高です。で、お肉来ました。このように特急レーンで来ます。で、上村牛焼きしゃぶカルビ、上村牛カルビ縦にしまして、こちらが上村牛ロース、こちらが上村牛厚切りステーキ、すごい美しい。でも、その前に追いキムチを完食します。美味しかったです。で、上村牛焼きしゃぶカルビからしゃぶしゃぶしていきます。すごい、これ編集してたらお腹空きますね。はい、で、焼きしゃぶしております。全力で焼きしゃぶして完成しました。完成したので、卵を片手でかっこよく割ろうとしたら失敗しました。失敗したけど、混ぜたら関係なく美味しそうです。こちら食べますと、それはもううまい、当たり前だ。お肉の旨味がしっかりあって、すごい美味しいです。すごいとろけるっていうわけではないんですけど、旨味がしっかりありました。で、次が上村牛カルビ、そして上村牛厚切りステーキ、こちらもすごいビッグサイズです。で、焼けるまではサラダを食べていきます。で、サラダ今回はシーザードレッシングになんとなくしてみました。美味しかったです。いや、いい具合にお肉焼けております。なので、レモンダレを注いで待ちます。今回もレモンダレ一択で食べていきます。この上村牛カルビなんですけども、こちらももうめちゃめちゃうましでした。お肉の脂が甘くてすごい柔らかかったです。上村牛の中で一番好みでした。そしてお次は上村牛ロース、焼いていきます。こちらも綺麗です。で、この後見ててください、すごいです。なんとレーンへの扉が閉まります。いたずらできないですね。で、歓喜の塊ハラミとニンニクタン注文しました。そうこうしてたらロース焼きました。で、ロースは見た目よりもかなりさっぱりめな赤身の味でした。ミー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 セミみたいに鳴いております。で、ビッグな厚切りステーキをカット
しております。これ結構でかいんで細かくカットしました。タレ添えられてたんで、このタレで食べます。食べてたら音楽とともになんか聞きました。お済みのお皿がありましたら、トレーの上に乗せてください。ありがとうございます。こんな感じでボタンを押したら帰っていきます。本当最近 AI とかロボットの進歩がなんかすごいなと思います。僕最近あれあれとか顔は出てくるけど名前忘れたってなるんで、あの大容量の記憶チップみたいな頭に入れてほしいなって思いました。はい。で、永遠のダイヤモンドカルビと鹿児島県産うまか焼きすき、こちら豚肉です。で、高貴なるトリュフでステーキ頼みました。まずはこの歓喜の塊ハラミ。歓喜どんな味なんでしょう。このニンニクタンなんですけど、このニンニク乗りすぎてちょっとどうやって焼くのがいいかなと思って、とりあえず1個は包んで焼いてみます。あとの2個はちょっとニンニクをほぼのけて焼いております。これ案の定このニンニク乗せすぎたやつはちょっとほとんどあの網に持っていかれてしまいました。はい。でもこのニンニクタンなんですけども、ものすごいニンニクでした。もうすっごい本当に食べた瞬間ニンニクが口中に広がったんで、ニンニクタンじゃなくて強烈山盛りニンニクタンにした方がいいぐらい強烈でした。まあでもやっぱ強烈でもうまし、ニンニク最高。で、次がうまか焼きすきポークを焼いていきます。そして欲張って永遠のダイヤモンドカルビも乗せたら、こう朝ラッシュの最強戦ぐらいぎゅうぎゅうになりました。でも意外とみんな乗れました。満員電車では一人一人が奥に詰めることが大事ですね。で、こちらのうまかポークなんですけども、こちらももうめちゃめちゃ美味しいです。もうすっごい柔らかくてしっとり滑らか肉質で、この味付け焼きすきの味付けもすごい美味しかったです。もううまかーってなりました。はい。で、歓喜の塊ハラミ、こちらカットしまして、こちらもなんか専用のタレがあるんでつけていただきます。もうこちらのハラミなんですけど、名前の通り本当歓喜しちゃうぐらいの美味しさでした。で、わさびも添えられてたので一緒に食べたら、もうすっごい眉毛が動いちゃうぐらい美味しかったです。なんかハラミ独特の食感で、こう柔らかくてお肉の旨味もしっかりあって、すごいあのプレミア4で一番好きでした。で、次、永遠のダイヤモンドカルビ。僕の頭の中はこう永遠に15歳ぐらいで止まってるんですけども、皆さんどれぐらいで止まってますでしょうか。なんか昔大人の人に、まあ学生で頭の中は止まってるよっていうのを大人になって感じるなって今思います。で、このカルピスもあって、なんかドリンクバーつけなくてもカルピス飲み放題できます。はい。で、この高貴なるトリュフでステーキ焼いていきます。で、あのイチゴといえば、あのファーストキスはイチゴの味がするって言うんで、ちょっと知恵袋で調べたら嘘やんっていう回答がありました。イチゴ味のあのリップクリームとか塗ってたら可能なんですかねって思いました。で、次に期間限定メニュー、一口デミローストビーフ丼とタコわさびのセビーチェ、ブルーチェではない。で、卵のウフマヨネーズ、すごいなんか初めて聞くメニューばっかりです。で、ネギトロのっけ寿司、いきなり普通のやつで、カルピスミルク練乳で、このカルピスなんですけども、すごいカルピースの味がしました。で、この焼肉に来てこのお寿司も食べられるのすごい嬉しいなと、でも胃の容量が足りなくなるなと思いながら、一気にのっけ寿司完食です。で、次は一口デミローストビーフ丼。すごいデミソースが洋食屋さんの味で、すごい美味しかったです。で、大体一口って言いながら一口じゃないことが多いんですけど、これかなり本当に少量だったんで頼みやすくて、その点もいいかなと思いました。で、高貴なるトリュフでソース、すごいなんかトリュフソースが、なんかトリュフの香りがおそらくすごいしてました。ちょっといつかこのトリュフ本体をかじって、なんかトリュフとは何ぞやっていうのを味わいたいなと感じました。ごちそうさまです。で、タコわさびのセビーチェ、一口食べるとちょっと、ん？なんだこれはってなって、さらに二口食べると、ちょっとあのもうすごい、もうリンゴとタコわさびの組み合わせはちょっとハイレベルすぎて、僕の舌は全くついていけませんでした。世の中にはまだまだ知らない組み合わせが存在するなと感じながら完食しました。で、牛ハラミ追加で頼んで、
最後にこの卵のウフマヨネーズはこういう仕組みに、こういう仕組みってなんだ、こんな風になっておりました。でこの卵のウフマヨネーズはすごい美味しかったです。マヨネーズと多分明太子で、あとゆで卵なんで間違いなく美味しいやつでした。完食。でこの牛ハラミ焼いていきます。でこのカルピス、あんまりこの練乳感がないなって思ったら、すごい下に練乳が沈んでました。で最後に一気に飲み干して甘かったです。でこちらハラミ、ハラミは本当柔らかくて、こちらも美味しかったです。でまあ個人的には、あの柑橘の塊ハラミがよりこうハラミ感を味わえていいのかなと思いました。そして食後のデザートタイム。だから今回デザートがこうタッチパネルで、ちょっと僕アホすぎて見つけられなくて頼むのを忘れました。家帰ってきてからの気づいてめっちゃ後悔しました。でもこの焼きマシュマロ、すごいとろける伸びる美味しさだったんで、結果オーライ、バックオーライ。なんかこれ久しぶりに言った気がします。でチャンネル登録が気づいたら7000人超えてて、ものすごくてピックラポンでした。本当いつも見ていただいて、コメントいただいて、いいねしてくれてる皆さん、ありがとうございます。であのピスタチオのアイスクリームが期間限定だったんで、こちらもあの想像以上の濃厚ピスタチオで非常に美味しかったです。本当焼肉もイチゴもいっぱい食べることができて大満足の内容でした。それでは私、皆さんが食べに行く際の参考になるような動画をこれからも楽しくアップしていて、今年中にチャンネル登録1万人を目指しているので、高評価チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。いつもと違う画角から撮ってみました。上村牧場さん、めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。